こんにちは。今日は暖かいです。春なのでこれを始めようと思います。水蓮鉢にメダカを飼おうと思います。置き場所は、直射日光が2時間ほど当たる場所にしました。真夏になるととても暑くなるのでこれぐらいがちょうどいいかなと。まず水の軽き抜きをしなければいけないので水を入れて2日3日置いておきます。周り汚いですね。採石の袋を置いていたら破けてそのまんまにしてました。ちょっと後で掃除をします。こちらの水槽にはマダラスズ、コオロギの小さいのを飼育しています。この水蓮鉢の上に雨よけを兼ねた棚を作ろうと思っています。夏までには作りたいです。水蓮をちょっと育ててみたいなといつも思うのですが、今年もちょっと我慢で、庭に生えてるウォーターマッシュルームを持ってきて水蓮で育ててみようと思います。今年は、できるだけメンテナンスしやすい水蓮鉢というのをテーマにちょっと、やっていきたいと思っています。でその工夫の一つでちょっとですね、ウォーターマッシュルームの根っこが多分鉢の底からビヨビヨ出てきてメンテナンスちょっとしづらくなるんじゃないかなって。宿根草の植物でも鉢底から根っこが出てきてっていうのを経験してるので、それがないようにちょっと一工夫、自己流で一工夫してみようと思います。ウォーターマッシュルームってすごいですよね。水の中でもいけるし、結構陸でも強くって、最初はここに育ててなかったんですが上がってきちゃいましたね、こっちまで。でも結構根っこが深く入らないので駆除しやすいので、もう放置しちゃってますが、油断するときっと大変なことになるので気をつけないとですよね。で、葉っぱがあって根っこが綺麗に取れたのを探してます。葉っぱがない。悪くないかも。もうちょっとあるかな。こういうのいいですね。これとこれを使おうと思います。ウォーターマッシュルームの鉢の砂には赤玉土を使おうと思います。赤玉土は水蓮鉢の底にいつも敷いていたんですが、今回はちょっとメンテナンスしやすいように水蓮鉢の底には敷かずに行こうと思います。ウォーターマッシュルーム強いので多分赤玉土だけでもいけないかな、いけるかな、いけるといいんですが、どうでしょう。ちょっといろいろ試してみます。こんな感じでどうでしょうか。で、水をかけてあげようと思うんですが、赤玉土に水をかけるとすごい泣きますよね、可愛くね。ちょっと聞こえるかな、ちょっとやってみますね。可愛いというより美味しいかな、美味しい音でしたでしょうか。ちょうどいいかな。葉っぱだけ
水面から出てない子もいますが、ちょっと音、まあ大丈夫かな。よいしょ、引っ張ってみようか。まあ、結構強いし、庭にたくさん生えてるので、とりあえずこれで行ってみようと思います。室内水槽の方にタニシがいるんですが、これをですね、水田鉢に入れようと思います。で、タニシは砂に潜るので、ちょっと潜る用の砂を用意してあげようと思います。水田鉢の底にはちょっと砂は敷きたくないので、ベッドみたいにこのように入れ物に入れて砂を用意してあげようと思います。結構移動するので見つけてくれるとは思うんですが、ここで寝てくれ、寝てください、お願いします。水槽用のソイル、砂って結構洗わずに使いますって書いてあったりするんですけど、どうなんですかね。本当にいいのかな。でもちょっと私はなんとなく不安なので、洗ってから入れようと思います。残り全部使っちゃいます。日本産、メイドインジャパンなんですね。ちょっと水槽歴は長いんですが、知識はめっちゃ薄いので、いろいろ試行錯誤しつつやっていきます。せっかくの砂なので、水草をちょっと植えてみました。今回なんとですね、初めて高級メダカを買ってきました。1匹327円それほど高級じゃない名前が三色ラメメダカというのを購入してきました。ちょっと下からじゃラメってませんが、いろいろメダカ種類いっぱいあって、もっとね、一匹何千円とかいうのがいたんですが、そこまでは手が出せず327円。いや、値段じゃない、値段じゃないけどに入れてみました。泳いでます、可愛いです。まだちょっと子供なので、ちょっとちっちゃめで可愛いですね。ちょっとですね、画面、画像だと見えにくいかな、ラメの加減がすごく綺麗です。で、子供だからかな、こう群れてる感じがいいですね。室内にいた大人のメダカは水田鉢にお引越しします。新しく来た子たちは三色ラメメダカで、こちらは、青メダカと黒メダカです。白メダカはちょっとですね、室内の方にまだ残しておきました。水田鉢に生えるのは、このやっぱり青メダカ、白メダカもですけど、が背中の方がちょっとキラッとするので、グリーンウォーターになった時とかにもすごく生えていいと思います。で、黒メダカは何だろうな、野生な感じがして、これもこれで可愛いです。パッと気づいてあげるられるのは青メダカ、白メダカで、そうですね、川魚的な感じで野生な感じを出したいなら黒メダカがおすすめです。